今日は就活生なら誰でも一度は利用するマイナビを扱う株式会社マイナビに来ています。マイナビは就活サイトのマイナビだけではなく約50のウェブサービスを運営しているらしいんですよね。今日はウェブサービスの開発保守運用を行っているシステムエンジニアの新卒1年目の社員さんに密着します。どうぞ。おはようございます。おはようございます。今日一日密着よろしくお願いします。よろしくお願いします。マイナビでシステムエンジニアをしている、新卒1年目の早坂です。よろしくお願いします。出所からこんなにテンション高いんですか？いやもう元気は取り柄なんで、もう毎日元気で , 笑顔でやってます。早坂さん、今からどこ向かわれるんですか？自分の席をに向かおうと思ってます。自分の席とか決まってるんですか？いや、フリーアドレスなので席は決まってないんで、その日の気分だったり仕事内容で座る場所をいつも決めてます。今日はどんな気分なんですか？今日は割とミーティングが多いので、相談できる先輩とかが近くにいる席にしてます。おはようございます。おはようございます。早坂さん、今から何されるんですか？朝はまずメールとチャットツールの、確認をします。重要な連絡だったり障害の連絡とかがあるかどうかをチェックして、それが終わったらタスク管理で今日何をやるかっていうのを決めていきます。1年目から結構自分でスケジュール組まれてるんですね。そうですね、自分の担当しているサイトに関しては、個人の裁量に任されているところが大きいので、その分責任は伴うんですけど、その日の1日どう働くかとかは、自分自身で決められるので、まあ、働きやすいかなと思います。今は何してるんですか？今は来月リリース予定の画面イメージ図を作ってます。結構細かい作業が多いので、集中したいときはこの集中スペースで仕事するようにしてます。新機能の開発とかも早坂さん担当されていいですね。そうですね、自分たちで出た意見とかをまとめて、それをイメージ図作ってベンダーさんに共有して、で実装してもらうっていう流れになってます。早坂さんは仕事としてコードを書いてらっしゃらないと思うんですけど、実際にコードって書けるんですか？そうですね、大学時代に一応学んでたので、ある程度コードは書けます。前提としてそのコード書くっていうスキルが結構今の仕事に生きてるんですね。それはもちろんそうなんですけど、ただコーディングの能力が一番大事かっていうとそうではなくて、今自分が抱えてるサイトの問題点は何かっていうのを見つける力だったりとか、あとは他事業部とお話ししていく中で向こうが本当に欲してるものは何かっていうのをヒアリングする力だったり引き出す力、コミュニケーション能力の方が大切なのかなって思います。自分もまだまだ全然ないんですけど。早坂さん、今から何されるんですか？今から、部署と来月のリリース内容についてのミーティングを行います。なるほど、頑張ってください。いってらっしゃい。頑張ります。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ、ジョブスのミーティング始めさせていただきます。お願いします。今回 UI を変更する目的として、アプローチをもう少し増やしたいっていうところで、求人検索画面の変更を行いたいっていう風に聞いてます。それに際してですね、うちが使ってる他のサイトだったりを見比べた時に、職種、業種、勤務地、この3つの要素っていうのがやっぱり求人を探す上でメインになっていると思うので、このように職種、業種、勤務地だけ別途上のところに検索項目を置きました。なんでこれを使って検索する人が増えるといいかなという風に思ってます。ミーティングお疲れ様でした。お疲れ様です。早坂さん、1年目なので結構ミーティング主導権握ってファシリテーションしていくんですね。そうですね、なんか自分が喋ったことを割と聞いてくださるし、それを踏まえて意見をくださるんで、安心して意見を出せるかなと思います。自分が提案したものが通ったりで、それが実装されたりするとやっぱり嬉しいですし、それを使った人が便利になったよみたいな声をいただくと、それやりがいとしてなんか感じます。普段のミーティングもこんな感じで結構自ら提案されていくことが多いですか？そうですね、やっぱり主体的に取り組んでいくことで、サービスをより良くするためにはどうしたらいいかっていうのを常日頃から考えられるようになるのかなと思うので、そういう意味では常に何かないかって探して提案するようにはしてます。めちゃくちゃ成長できますね。そうですね、今やった運用家とのミーティングとかだと、システム面だけじゃなくてコストだったりとか、そういうビジネス面のお話もできるので、実際に自分が会社のこうビジネスに携わってるなっていう実感も得られるので、そういう意味でこういろんなミーティングに参加するっていうのは自分の成長にもつながるし、やりがいにもつながるかなと思います。
お昼休憩中失礼します。自己紹介いただいてもいいですか？はい、堀と申します。よろしくお願いします。袴田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんどんな業務内容をやられてるんですか？私は社内会計システムの運用を行っております。マイナミバイトの、システムに関する業務を行っています。皆さん同期だけど結構違った業務内容をやられてるみたいな感じなんですね、うん、あんまり業務で直接関わることはないです、うん、でも別に同期間仲いいんで一緒にご飯食べたり休日も遊んだりとかしますね、うん、この袴田くんの実家のカフェに行ったことあります。実家がカフェ、実家が古民家カフェやっててそこに遊びに行ったことあります。そうなんですよね。そんなこともありました。なるほど。皆さん新卒で入社されたと思うんですけど、それぞれ志望理由とか伺ってもいいですか？私は文系出身だったので、システムとか IT に関する知識がゼロだったんですけど、マイナビは研修制度も充実していて、未経験でも活躍されているっていう方が多いっていうのを伺ったので入社を決めました。実際入社してみてまだまだ勉強することも多くて大変なこともあったんですけど、周りの方がすごく優しくフォローしてくださったのでなんとか頑張れています。早坂さん伺ってもいいですか？あ、いいですよ。はい、嬉しそう。私は元々ウェブ系の SE やりたいっていう就活の軸が一本あって、でそこからうちの会社の企業説明会出た時にこれから IT 領域どんどん広げていくよみたいな今後のプランみたいなのを教えていただいて、なんか面白そうなことやってるじゃんっていうのが一番最初の印象ですね。自分が成長するのと会社の成長っていうのを一緒に成長していきたいっていう思いで最後は入社決めましたね、うん、まあでも一番魅力的だなと思ったのはこれからどんどん変わっていくぞみたいなワクワクですかね。こうまだ先が見えない中で自分に何ができるかなっていう挑戦もしたかったっていうのはありますね。人数規模が少ないベンチャーとかの方が先は見えない感はあるかなと思うんですけど、なんでそこを選ばずにマイナビさん選ばれたんですか？それで言うとやっぱりある程度資本がしっかりしてるところっていうのは大切になると思って、基盤だったり土台がしっかりした上で自分の力を試せる場所っていうのはなかなかないし、まあ面白い環境だなっていうふうには思いました、ね、実際私たちの代から新卒で IT で入る人数がかなりドカッと増えたんで、そういう意味では本当にこれからだぞみたいな感じなのでおすすめですよ。じゃあ皆さん乱視をお邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。では、私の方から、今月のジョブスの、リリース内容について、今の進捗を共有させていただきます。特になんか問題ありますか？テストはあれですか？パクさんたちの確認は取れてますか？そうですね、事業部の方にも、これでいいかっていう確認をして、OK もらっているのでこのままで大丈夫かなと思います。ミーティングお疲れ様です。お疲れ様です。普段どんなミーティングされてるんですか？普段はそうですね、なんか今自分が持ってるタスクの進捗状況だったりとか方針が決まった時にこの内容でいいのかっていう承諾だったり、もっといい方法ないですかっていうアドバイスを上司である小松原さんに、共有してアドバイスもらうっていう感じですかね。皆さんとか見て、早坂さんどんなタイプの後輩だったりとか、まあ、部下みたいな感じですか？ちょっと生意気なんですけど、すごい生意気だったなと思う人とかありますか？ああ、なるほど。ちょっとまだまだですねぐらいのことを課長に言ったりするのでなかなかこのワードは新卒入社1年目で出てこないんじゃないのかな。まあそういったキャラ的な部分だけじゃなくてですね、本当大学時代とかに培った高い基礎知識だったり、その問題を解決する力だったりっていうところも備えているので、まあ、これは本当に素晴らしい人だなと思ってますね。まあ、誰とでも仲良くなれるような、まあ、キャラクターで前向きなキャラクターなの でかつ自分の意見もしっかりと言えるので、まあ、周囲にいい影響を与えるそんな人物かなと思います。これからも一緒に頑張っていきましょう。精一杯頑張ります。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、来年入社の新卒の子は見て入ってくるらしいって言われたらすげえ。だから新宿に出社したこの層の先生めっちゃ仲いいですね。いや、これが正しい表現かわからないんですけど、あの高校の休み時間を思い出させる。ここまで行くとちょっと行き過ぎだね。次は何されるんですか？今はベンダーさんに依頼したページがしっかり反映されているかの受け入れテストを行ってます。テストもシステムエンジニアの方がやられるんですか？そうですね、やっぱり自分が担当したあのプロジェクトだったりプロダクトに関しては最後まで責任持ってリリースしたいなっていうふうに思ってます。
責任めちゃくちゃ重大ですね。そうですね、やっぱテスト使用書とかも自分である程度作るんですけど、まあ、その時とかは本当に少し のエラーとかも見逃さないようにかなり緻密に組んでいくんで、この作業はちょっと大変にはなるんですけど。1年目でここまで幅広く読むやつ、不安とかはないんですか？不安で言うと全然ないんですけど、ただ自分が作った仕様書だったりとか機能とかはもちろん上司だったり先輩方に確認は取っていただいているので、まずはやってみなさいよっていう感じで自分でやりたいですって言って取って、でそれをある程度自分の形にして共有してゴーサイン出るみたいな感じなので、全然不安とかはないです。具体的に早坂さんが自らチャレンジしたエピソードだったりするんですか？近々そのうちの今担当しているサイトがちょっと大型のリニューアルって新機能の追加を行うんですけど、それに関してはその話が出た時にじゃあ私担当させてくださいって言ってその仕事をもらって、画面のイメージ図だったりとか具体的な仕様を決めてベンダーさんと今協議しながらどういう方向にしていくかみたいなことをやってますね。そうさん、どこか行かれるんですか？ちょっと疲れてきたのでオフィスコンビニがあるのでそこでコーヒーとチョコでも買おうかなと思います。お供します。どうぞどうぞ。図書館みたいな感じでめちゃくちゃ本置いてあるんですね。そうですね、この辺は割と自由に取っておくて、なんか分かんないとことかあったらこの本参考にして業務進めたりとかはよくやりますね。ここがコンビニになってます。おお。どうぞ。普通に本物のコンビニみたいですね。いやいや、そんな、でも本当にちょっとした小腹が空いた時とか、だから僕は割と集中したい時にチョコ食べたりするんで、今日はチョコを買いたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。今何されてるんですか？これからベンダーさんと今進んでる案件の進捗状況と、次月の、リリース内容の確認を行うので、その事前準備してほしい。そろそろミーティングが始まるんですよね。あ、じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。じゃあすいません。お世話になってます、マイナビの早坂です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。失礼します。今日一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。最後に早坂さんがどんな後輩と一緒に働きたいか聞いてもいいですか？そうですね、個人的にはなんですけど、プロジェクトっていろんな個性が混ざり合うことでどん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 面白くなっていくのかなと思うん でうちの会社もいろんな個性の方がいらっしゃるんで、どんな人でも大歓迎っていうのは、一番最初にあるんですけど、強いて言うのであれば、今マイナビが IT 事業に力を入れてって内製化を推し進めていたりとか、新規事業だったりをどん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 推し進めている段階なので、その変わっていく環境を楽しめる人と一緒に働けると心強いなって思います。最後に視聴している学生にメッセージをお願いします。はい、マイナビは私だけじゃなくていろんな若手の人が活躍している会社です。今日の僕の密着を見て、楽しそうだな、面白そうだなって思った方、ぜひ僕と一緒に働きましょう。マイナビで待ってます。ありがとうございます。引き続き業務頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。